私は膵臓がんの外科治療を専門としている外科医です。私は実は2年前父をがんで失いました。膵臓がんでした。父は以前早期胃がんに対して手術治療も行ってましたので定期的に病院に通っていました。それにもかかわらず膵臓がんが見つかった時には私が専門としてるんですけれどももう手術できない状態で見つかりました。皆さんの周りにもがんにかかってらっしゃる方、かかった方いらっしゃるかもしれません。今日本人の2人に1人ががんにかかると言われており、日本の国民病とまで言われています。中でも膵臓がんは年々増えておりまして、その治療成績も非常に悪い難治がんだというふうに言われています。そういった難治がんに対して皆さんならどう取り組まれるでしょうか。あるいは我々外科医が今どのような取り組みをしているかを今日は皆さんにご紹介したいと思います。まず超早期発見です。今まで早期発見をするために健康診断の超音波検査とかでできるだけ早く膵臓がんを見つけよう、そして治療しようというふうな試みが行われてきました。でもそれでは遅いということで、我々外科医なんですけれども基礎的な研究を行うことによって血液検査でなんとか膵臓がんが診断できないか、がん細胞特有のがん遺伝子を血中から抽出する、それを検出するという方法を開発しながら診断法を開発しております。見つかった後どうするかですね。今までは我々外科医ですからできるだけ広範囲に臓器あるいは血管をがんの周りの組織そのままですねごっそり取り除いてできるだけ多くのがん細胞を取り除いて治療しようと思っておりました。しかし目に見えない腫瘍細胞はそれ以上に広がっていて結局再発してしまうということで患者さんは多く治っておりませんでした。ですので今ではですね手術、外科医として手術をするだけではなく周りの外科医といろんな病院と共同して臨床研究を行うことによって手術前にまず抗がん剤でいち早く治療する、そしてその後大手術を行うことによってがん細胞を根こそぎ取る、残っているかもしれない目に見えない腫瘍細胞に対してダメ押し治療としての抗がん剤治療をする、そういったことで一人でも多くの難治性がんである膵臓がんの患者さんを治そうというふうに努力しています。皆さんご存知のように最近ではがんに対する免疫療法というのが開発されてきておりますけれども、残念ながら現時点ではこの治療法で治る患者さんは一握りしかいません。ですのでこれからも我々外科医はですね当然手術はやってまいりますけれども、がん細胞がん遺伝子などの基礎的な研究あるいは多くの仲間たちと共同して臨床研究を行うことによって難治がんである膵臓がんの治療成績をより高くしようと努力しておりますし、近い将来皆さんと共に難治がんである膵臓がんが治るという時代を実現したいと思っております。